さて、えー、ちょっとここで一服でございますが、はいあのー、ちょっと最近ね、わ、えー、が家で起こりましたあ出来事がございましてです、ねえー、なんとです、ねまあ、ホームステイを受け入れたと。 いうわけなんですね、えー、これはあの先週だったのかなあのもう全体では多分4日間ぐらいだと思いますけど、えー、実は私のねあの末娘の方が、えー、学校の方高校にね、まあ、これあ入学したんですけど、えー、その高校がですね、まあ、あのなんだっけ、えー、ホームステイプログラムっていうのをアメリカのです、ね、高校と持ってましてで毎年その、まあ、交換留学みたいな形で,です、ね、あの学生たちがホームステイをあの、まあ、向こうに行ったりこっちに来たりと、えー、そういうプログラムをやっているということで。 でまあ、一応名乗りを上げたんですよね、ああ、うちもやりたいですって、そしたらね、あの選ばれまして、えーあの、我が家の方にですね、やってきたんですね。で、えー、来られたのが、ブラッドくんっていう男の子で、17歳、はい、で、えー、ちょっとね、あのー、イケメンなんですけどね、<laughs> うちの娘がイケメンだとかって言ってましたけど、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、そうなんだろう <laughs>、はいおとお、お父さんとしてはちょっと微妙かなとかって、ちょっと思ってますけどね、<laughs> まあとにかくね、あのーまあ、初めて、初めてじゃないか。 まあ彼にとっては初めてで、えー、我が家ではその海外の方がねあのうちに滞在するっていうのは今よくある、ね、タイミングではあるんですねただ一緒に生活するっていうのはまあうちのねあの娘にとってもあの初めてだったと思うんですごくよ、ね、いい経験だったんじゃないかと思うんですけど。 非常にねあの、前々からちょっと僕あのホームステイはね、ちょっと続けてやりたいなと思ってたんですよね。というのもあの僕自身がアメリカにね、あのもう30年も前に行った時にやっぱりホームステイでアメリカのご家庭にお世話になってるんですね。でそうするとやっぱりあのこう当時ね、受けた恩って言ったらおかしいかもしれないけどやっぱり向こうがね、その言葉もわからないあー、ね、その日本人の、まあ、青年をね えー、受け入れるっていうのはそれなりのやっぱ覚悟なり覚悟といったらおかしいかなあのそれなりの心の広さみたいなのもないとちょっとできないと思うんですよねでよ。よく受け入れられたなと僕はやっぱそれは思うしで、えー、今やっぱりそういう立場になってみてね、あのー、やっぱりしたいなと思ってましてで,で、えーまあ、今回受け入れたんですけどねあの、まあ、正直4日間ね,、えーまあ、ね朝起きてで学校に連れて行って。 でえーまあ、昼間はね学校の方にずっとありますからで夜、えー、何時かな5時それともね結構遅いんですよ7時ぐらいに迎えに行ってましたですねで娘と連れて帰ってきたりしてたんですけどあの結構学校ではねあのいろんなクラブアクティビティクラブ活動とか部活動やあと授業にも参加してたようですね歴史だとか英語のコミュニケーションの,、ね、あの授業だとかそういうのに参加してましたし結構ねあの、まあ、コミュニケーションというか友達の輪が広がったっていう話は聞きました。 でうちの方でもね何かこうあまり期間がないんで何かできないかなとかと思ったんでまあ一応最後の夜はあの道後温泉に行きましたですね、うん、まあ日曜日とかそういう休みの日がね入ってなくてウィークデーのホームステイなんで、えー、バタバタとした感じがございましたですねでもね すごくねねああのの感心しましまたあの、ね、このブラッド君、ね、17歳、えー、カリフォルニアの,、ね、その,かあの高校生なんですけど、えー、活動しているその部活動がねロボット部なんですよ。ロボット部ですよねで、えー、そのロボットをその開発してそしてそれでその全国大会に出たいとかアメリカの全国大会ですよに参加してでいろいろとこう、ね、あの入賞を狙っていると。 で今,3今2年生かもう来年卒業になるっていう話なんですけど、えーまあ、これからねあのいろんなその、まあ、ロボットの関係の勉強ももっと続けていきたいという話をしてましてですよねだから今後大学に行くのも溶接関係で金属の加工だとかその辺のね技術系の方に行きたいなっていう話はしてました。 でまあああのあまりその深い話もねあんまり時間もなかったんでできなかったんですけどでもね非常にね気圧の感心したのは一緒にその食事を作るじゃないですか晩ご飯はねやっぱり家族でみんなで作ったんですよでカレーでしょ <laughs> お好み焼きでしょ <laughs>、ね、なんかそのあたりも定番みたいなところがあるんですけどそれを作って、えー、食べましたねでもねさすがロボット部って僕思ったことがあるんですよそれはねほらロボットの開発なんていうのはその 後片付けとかさその工具をちゃんときちんと整理整頓したりとかそういうのができないと絶対できないんでそうですねだめなんだってだからそれはまあそうでしょうね実際に現場にはそのいろんな工具とかいろいろこう置いててです、ね、それで中でその精密な機械をこう取り扱うわけなんでやはりるもちゃんと物を使ったらちゃんと元に戻すしでそのみんなが協力して何かを作るっていう作業にねしっかり慣れてらっしゃるということで お好み焼きを作っている時にね非常に感心しましたね、うん、僕にもやらせてください <laughs> でねあのお好み焼きをねこうぺろっとこうねあのひっくり返しますよねよやるじゃん俺の方がうまいよみたいな感じをねちょっとこうねあの競い合ったりなんかしたよねなんかねそういうわけあえとね本当にそういうことができたのは良かったしであとあの一緒の作業するっていうことはやっぱりねあの なんていうのその周りの動きを見て次は何が起こるのかなっていうのを予測してじゃあこれを準備しておけばすぐスムーズにできるだろうそういうねその気配りがちゃんとできてましたこれはもうやっぱりねどんな作業仕事でもそうだけど一緒に仕事したらね分かりますよね何かの作業をしたらあちゃんとこうやって分かってあのよ読んでくれてるねっていうのは分かるもんですよやっぱりねこれやるな17歳やるなとかって思いましたでやっぱりね違ったの やっぱりこの子は、うん、あのねまあここだけの話っていったらラジオでバッと言っちゃうのかもしれないけどまあ,あの一応彼には許可もらってますからでも彼はねフェイスブックがあるんですけどまあそれでね見てるとなんとね日本に来るための資金ファンドライジングなんですよ自分でね集めてきてるのすっごいとか思って。 でどういうふうにやったのかって、1年ぐらい前からその計画してるのね、日本に行きたいっていうことを、そのまあ、自分の親戚だとかさ、自分の知り合いのお父さん、お母さんだとか、まあ、そのお父さん、お母さんも含めてだけど、ね、みんなにお話しして、でえー、どういうふうにしたら、ね、あのいいのかっていうことをあのお説明して、そして、プレゼンもそうだけどあの、ちゃんとね、お金の寄付のね、お願いをしてるんですよ、いろんなところで。 であの今、何日あと何日なんだけどまだこれだけしか溜まってないので皆さんどうぞよろしくお願いしますみたいなことをあちこちにちゃんと声かけてでね、日本では割と寄付なんていうとなんかね、なんか私はこういうことしたいからその寄付してくださいって言うとみんなが何それとかっ、ね、て引いてしまう人の方が多いかもしれないんだよ。でもね、さすがアメリカやなと思いますよ、私ね。 17歳の,の高校生が自分の,そのやりたいな、いわゆる日本に研修に行きたいなって思う、で40万ぐらいかかるわけですよ。まあ、大体4000ドルぐらいですか ?4000 ドルぐらいかかるとすると、それ高校生でアルバイトでどうのこうでそういうレベルじゃないですから、うん、それだけじゃ足りないんで、ね、やっぱりみんなに協力してもらうわけですけどね、ちゃんとね、目的意識を持って努力する人のところには、みんながね、ちゃんとね、力貸してくれるんですよ。でちゃんと集めてもね。 で彼の努力は何かっていうと、溶接でしょロボットの溶接やってるから、えーと、ガーデン用のね、庭園ね、ガーデン用のね、ラティス、ね、あのー、なんだっけ、ほら、なんかこう、作物が、こう作物が花とかさ、ツタ系がこう、登っていくやつ、ああいうラティスのね、パネルをね、自分で溶接で作って、で、300ドルで売ってましたね。<laughs> やるな、17歳おピ本当感心しました。 でさらにねそのラティスだけど今回のプロジェクトっていうか日本に来るためのプロジェクトじゃないですかだからねあのだからお父さんが大工さんかなんかなんであの板,板かなんかたくさんあるんでねその板を持ってきてそのラティスに埋め込んでねその木,あの木材のパネルにはさグラインダーかなんかでこの削っていわゆる自分がイメージしている日本の風山並みの風景写真見たんだけど。 日本のほら山ってほら緑に囲まれててすごいぎっしり濃い緑じゃないですかそのイメージあの彫刻っていうか彫ってんのグラインダーででそれをみんなにねフェイスブックであの,あのこれ300度で売りますのでぜひ協力してくださいということで行動力あるよねねすごいなと思ったね単にお父さんお母さん行きたいからちょうだいとかっていうんじゃないんだよ見習いたい本当にね まあ、ね、ほんとこういうねあの若者たちがどんどんね出てくるんだなそして多分こういう人たちがねあの世の中の大事なところでね動かしていくんじゃないかなとかと思いますよいやーもうちょっとね大丈夫高校生日本のしっかりしよう <laughs>、ね、しっかり、ね、勉強してさ自分の持っている技術で自分の今の自分で何ができるかっていうことをよく考えてねでどんどんアピールしてそしてあのやっぱ自分の周りの世界変えていってほしいですね そしたらねあの、日本も変わっていきますよ。うん、頑張って、日本の高校生、ね、大人も頑張るから。はい、ということで <laughs>、ね、ちょっと楽しいお話いただきました、ありがとうございます。もうホームステイしたけどね、僕の方が勉強になりました。ありがとうございました、ブラッド君、本当にね、感謝しております。またアメリカで会いましょうね。はい、<laughs> ということで、さあ、そして曲の方行きましょう。えー、続いて、リクエストでございますが、懐かしい曲だね、これね、仮面ライダーブラックのテーマでございますね。